クリス・カーターは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、テレビプロデューサー。X ファイルの原案、制作葬式、ショーランナーとして知られる。カリフォルニア州、ベルフラワー出身。1979年、カリフォルニア州立大学ロングビーチコジャーナリズム科を卒業。大学卒業後、サーフィン雑誌を分泌。その後数年、 フリーライターと雑誌の編集者をしながら、世界中を旅する。1985年、ジェフリー・カッツェンバーグが、彼が書いた脚本に興味を持ち、同社スタジオ・エンターテインメントと契約を結ぶ。多数の実写コメディドラマの脚本、制作を担当した。2014年、ダンテ・アリギエリの小説、新曲の地獄編をモチーフにした全99話の、ミステリー・ザ・アフターで、 約12年ぶりにドラマ制作に復帰した。しかし、2015年1月、制作を担当していたアマゾンがザ・アフターの制作中止を発表した。1993年、X ファイルを開始するにあたり、制作会社1013ィーンプロダクションズを設立。社名は彼の誕生日に由来する。代表取締役は、 X ファイルでもプロデューサー、脚本を兼任したフランク・スポトニッツ。他にもサスペンス SF 系のドラマを制作しているが、いずれも短期で打ち切られている。会社は2002年、X ファイル終了以降も分裂しながら存続。そして2008年、同作品の新作映画制作のため再び集結している。作品内で期間となる重要なストーリーの監督や、脚本は、 カーターが直接手掛けることが多い。また、X ファイルではいくつかの話で本人も仮を出演している。ありがとうございます。